さあ、それではまずはじめに2月23日エディオンアリーナ大阪大会におきまして、世界ジュニアヘビー級選手権試合、挑戦者岡田雄介対王者横須賀進、こちらの一戦が決定いたしました。こちらの記者会見を始めさせていただきます。まずは挑戦者岡田雄介選手、意気込みのコメントをお願いいたします。はい、全日本プロレスエボリューションの岡田です。昨日の、コーラゲンホール大会の、世界ジュニア、戦の後に、マイクで、挑戦表明させていただきたんですけども、ドラゴンゲートの、横須賀選手に、ベルトを1月の初旬というか3日に、取られたまんま、フランシスコ・アキラ選手が行って、まあ、僕と、去年の始まったトーナメントから1回戦で負けてて、まあ、順番的に、岡田でどうなんだっていうのが、あると思うんですけども、まあ、所属、まあ、特に僕は全日本プロレスの生え抜き選手でもあって、やっぱり、外の団体の選手に全日本プロレスで管理している世界ジュニアのベルトを持っていかれたまんま、それを黙って順番を待っているようなおとなしい育てられ方は僕はしてないんで、全日本プロレスのレスラーとしての意地を横須賀選手に叩き込みたいと思います。まあ、とりあえず昨日の試合フランシスコ・アキラと戦って、まあ、本当に、彼、ね、これまでこう全日本プロレスで1年ぐらいなんですかね、まあ、まあ来てこう頑張ってだと思うんですけども、その彼の中で多分初めて世界ジュニアに挑戦したと思うんですけど、まあどうなんでしょう、まあ彼の今できる最大限の力を出してくれたんじゃないかなと、まあそういった意味で僕がこうチャンピオンであったから彼がそういうふうに、力を出せたなら僕がこのベルトを取った意義っていうのはまずあったのかなとは思います。で、まあ、あのその後にね、こう、まあ、僕的にはね、いろいろマイクで言いました、まあ、誰も挑戦者いないんだったら、まあ、ドラゴンゲートの方で帰ってやってもいいみたいなこと言いましたけど、まあ、正直僕の中ではあのドラゴンゲートとこの全日本プロレスの中の僕の立場とちょっと違うと思ってますんで、まああの言葉っていうのはやっぱどっちかというと、まあ、この全日本のレスラーに対する、まあ、挑発の意味は正直あったかなって、まあ、その中でこうすぐにねこの岡田選手が飛び込んできてくれたんで、まあ本当その彼が向き合った時のその鋭い眼光と、まあそのまあ僕だいぶキャリアでは上になるんですけど、まあそんなことを関係なしにね、まあ、あれだけ強い言葉でこう突っかかってきてくれたんで、まあ、僕の中ではもうなんていうんですか、逆にしてやったりと、まあ、そういう人間がこうどんどん現れてきてくれないと、僕のこの全日本でこの全日本プロレスさんでこの僕がこの世界ジュニアを取った意味ってのは本当ないと思うんで、そういった意味では本当昨日の、まあ、アキラ戦、そしてその後に岡田選手が起こしてくれた行動っていうのは、まあ、僕の中では今本当にすごいいい流れになってるんじゃないかなと思います。まあ、岡田選手からしたらこのベルトに対する思いは、まあ、まだ巻いたことないですし、はい、強いと思うんですけども、やっぱこの状況だからこそ、まあ、実績とかそういうのに行きに行くっていう、こう気持ちになった感じですかね。まあそうですね、昨日、まあ、今横須賀選手が言ったように挑発の意味を込めたって、おっしゃってましたけども、やっぱり、まあ、僕自身が、まあメンタル的なところでまだまだガキなんかもしれないですけど、やっぱりそういう挑発っていうのはすぐ乗っちゃうタイプの人間でもあって、で、まあ、僕自身やっぱり、ね、ドラゴンゲートで防衛戦をやろうっていう発言した時に本当に腹立ちましたし、心の底からやっぱり、まあ、前回このベルトを巻いてたのが青木さんっていうのがあって、まあ、その名前をマイクで出された時も本当に正直もう本当に腹立たしい気持ちというか、僕自身、まあ、昨日バックステージのコメントでも言いましたけど、青木さんに決して認められた、選手ではなかったし、
どっちかっていうと、まあ、お前ダメだよと、まあ、すごいいろいろ言われながらも、それでも青木さんは僕にいろんなアドバイスだったりだとか、プロレスのことについてすごい真摯に、指導していただいてた方で、で横須賀選手がその青木さんとね、どういう、まあ、キャリア21年とおっしゃってましたけども、その21年の中で青木さんとの関わりがあったのかどうかは僕は知らないですけども、間違いなく僕が全日本プロレスに入ってから青木さんと関わってきたものっていうのは、横須賀選手と青木さんのつながりがあるんかどうか知らないですけど、深いものがあって、それはでも全日本プロレスのファンの人もすごいあったと思うんで、でその中でね、ああやって青木さんの名前出されたっていうのも、まあ、個人的にはまあ僕が結構いろんなことを発信していくと、まあ記者の方もそうですけど、青木さんの名前をよく出されて、それに対して岡田選手どうですかって言われるんですけど、僕自身はやっぱり青木さんどうこうって言ってるわけにはいかなくて、やっぱ僕個人の岡田雄介っていうところで勝負したいと思ってますし、青木さんがどうこうじゃないと、ただその名前を出された以上はやっぱり引き下がるわけにはいかないと思って、まあそういう気持ちですね。そうですね、まあ、まあ実際リングでこう、まあ、肌を合わせたこともないですし、まあ、本当にこうまだ会場でねちらっと見たりとか、うん、まあ、いろんなこう映像でこう見る限りではしかないんですけども、まあ僕のそのトーナメントでね、僕のまあ団体の仲間影、影虎とね試合してるってこともありまして、まあいろいろ聞く部分はあるんですけど、うん、まあでも本当このなんていうんですか、若いキャリアがあれなんていうんですかね、まだ浅いというか、そういうレスラーってやっぱどうしてもなんていうんですか、遠慮してしまう子が多いと思うんですよ、レスラーが、うん、まあそういう中、こういうやっぱりなんていうのかな、本当ドストレートに、うん、感情を出して向かってくるっていうのはね、逆に、うん、この今時代こう稀なんじゃないかなっていう部分があるんで、そういった意味ではこうなんていうかな、もう彼がねこう出てきてくれて、まあ僕も何も、困る理由もなかったし、うん、まあ僕がね、まあ青木さんそう名前出しました、まあでもはっきり言って、だからもう彼らは今後その青木さんどうこうっていうなく、こういうこの世界ジュニアをねこう争っていかなきゃいけない立場なんだろうと思いますし、うん、だからまあ僕が今こうやってチャンピオンになってますけど、うん、僕をね誰かがいつかはこうこの座から引きずり落とさなきゃいけないわけですし、うん、それが今回もしかしたら岡田選手かもしれないし、わかんないです、こう戦ってみないと、うん、これだけのね岡田選手の強い気持ちがあれば、うん、僕もね全力でいきますけど、うん、その結果もしかしたら僕が敗れることもあるかもしれない、うん、でも僕はそう簡単にこの座をね、せっかくまあね、こういう権威の歴史のある伝統のあるタイトルですから、僕もこうやってせっかく腰に巻いた以上はね、なるべく長くお付き合いしたいなと思ってますんで、うん、岡田選手のその熱いね気持ちをねしっかり受け止めた上で僕は、うん、最後体でしっかり返したいなと思ってますんで、はい、まあ今野村さん、ジェイクさん、青柳さんっていうのは、まあ、今でこそもうそれぞれが全員ユニット、違うところでやってますけど、まあ、あのお三方は僕が練習生の時にデビュー当時の時に一番練習した人たちで、まあ、正直本当に一番なんていうんですかね、手を合わせても試合を見ててもすごいなって思うし、やっぱそういう、まあ、世代で言っても、まあ、特に野村さん、青柳さんに関しては僕の方が年は上なんでって考えても、やっぱり悔しい思いもありつつ、やっぱりあの人たちとあの人たちを超えなきゃいけないなっていうところで、僕はヘビー級で、まあヘビー級でっていう言い方もおかしいかもしれないですけど、僕は僕個人であの人たちよりも目立ったりだとか、上に行く方向を見つけれればいいかなと、別にヘビー級転向とかそんなも考えてるつもりもないですし、別に三冠と世界ジュニアをまあ
建前的には三冠の方がやっぱり一番、ね、あの全日本プロレスが象徴する一番のベルトっていう風になってますけど、別に、まあ、秋山さんが当時言ってましたけど、世界ジュニアの方がお客さんの盛り上がりがあるんであれば、別にメインイベントを三冠じゃなくても世界ジュニアにやるっていう風にも言ってましたし、僕もプロレスファンだったから別にその特別ヘビー級のベルトっていうのに思い入れがあったわけでもないし、ただ単純にこの人とこの人の試合が面白いなとか、この人とこの人がやったらどうなるんだろうなっていうのをワクワクしながらプロレス見てたっていう、本当プロレス小僧だったんで、まあそういうのを僕自身がそれをお客さんに思わせれるレスラーになれば、別に三冠とか三冠が盛り上がってるとか世界ジュニアが盛り上がってるとかじゃなく、僕が盛り上がれれば、僕を盛り上げれればいいんじゃないかなと。結局やっぱプロレスって個人が個人でやってるもんだと思いますし、まあもちろん相手ありきではあるんですけども、まあ最終的にはやっぱり自分が目立って一番上に行く気持ちでやればそこは関係ないかなと思います。スムさん、その先昨日のリングでマイクであの、はい、ドラゴンゲートのリングでという発言がありましたが、先ほどおっしゃったのは、うん、全日本とドラゴンゲートは別物である、そうですね。まあ、僕個人的なことになっちゃうんですけど、やっぱもう今はもちろん全日本プロレスでは世界ジュニアヘビー級チャンピオンとしていますけど、ドラゴンゲートのリングに戻るとちょっと次は今挑戦者という立場でね、団体最高峰のドリームゲートっていうタイトルに挑戦が決まってますんで、うん、一般的に見るとね、そういうな二冠へみたいな感じに言われてしまうんですけど、まあ、僕はその二冠王になりたいとかそういうあれじゃなくて、もうドラゴンゲートではドラゴンゲート一チャレンジャーとして今僕はいますし、全日本プロレスに来たら僕は今チャンピオンとして、まあ、こうやって君臨してます、うん、だからそのね世界をやっぱ別に一緒にねするのはあれなんで、僕の中ではしっかり全日本プロレスではこっちの戦いを、うん、重視して、だから昨日さっきもね戻りますけど、まあ、別にドラゴンゲートでこれをこのタイトルをやろうって思って、まあ、言ったことでもないですし、うん、分かんないです。僕がこの先このベルトとお付き合いずっと続けてたら、もしかしたらそのドラゴンゲートのリングでこのベルトを争うことがもしかしたらあるかもしれないです、うん、でも僕の中ではそういうことは特に今考えずに、うん、全日本プロレスのリングでこのベルトを、うん、守り続けるなとい いう気持ちですね、はい、はい、タイトルマッチが中110日、はい、まあ、ほぼ連戦と言っていいと思うんですけど、そうですね、その過酷さというかそれに関してはどういかがですか、うん、そうですね、まあ、昨日あれ試合があって、まあまあその僕的にはね特にこう日程等を考えることなく、まあ、勢いで挑戦を受けると言ったんですけど、まあ、まさかこんなに早く決まってると思わなかったんですけど、はい、まあ、でもこういうなんていうんですかね、暑いね今が本当に暑いんで、もうその暑さが冷めないうちにやるのが僕にとっても岡田選手にとってもそれが一番ベストじゃないかなと思うんで、うん、変に間が空いてしまうとね、お互いのテンション的な部分でこう下がってしまう部分も、まあ、少なからずあってしまうと思うんで、逆に一番いい程よい、うん、この時間じゃないかと逆に思って、うん、大阪はね、まあ、ドラゴンゲート的には神戸、まあ、関西に、ね、本社があるんで、まあ、大阪もよく試合をしているところなんで、まあまあそういった近さはあるし、で岡田選手もね大阪の方ってやっぱ関西方出身ということで、うん、まあだからなんかお互い一番いい場所で、うん、このタイトルマッチができるんじゃないかなっていうふうに、はい、僕個人的にはそう思います。